なんで鉄なんだ。です。です。みんな、こんにちは。科学のお姉さんこと、五十嵐美希です。です。です。ということで、このコイルに電気を流すとどうなるんでしたっけ？そう。磁石になる。電磁石になるんですね。でも、あれ？実験、あれ？実験、あ、あったあったあった。こんな装置を使って実験をしたんですけれども、この実験装置気になりませんか？なんでこんな形をしているんでしょうか？参考書や教科書には当たり前のように出てくるんですが、とっても不思議に思った方ももしかしたらいるかもしれません。私も実際にぐる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 巻いてみると、あれ、なんかこれだとうまくいかないなとか、あれ、こっちの方がうまくいくなとか、まあ、いろいろ思うこととか考えることが多くて、とっても面白い装置なんです。今回はこのコイルの巻き方や中に入れるこの釘の種類などを変えてみて、いろいろと比較をしてみたいと思います。それではレッツサイエンス。ではなぜこのコイルの中に鉄釘が入っているんでしょうか？なんかどの問題集とか参考書とか教科書とか見ても鉄釘を入れるってなんか書いてありますよね。まあ、私としてはいつもこのコイルに電気を流すとどうなるでしょうっていうふうに聞きたいので、鉄釘入れちゃうとですね、だいたい磁石になるって分かっちゃうんですよ。だからね、本当は入れたくないんですよね。じゃあ入れないでやるとどうなるのかっていうのをちょっと調べていきたいなと思います。ではこのコイルの中の鉄釘ではこのコイルの中の鉄釘を抜いて、このコイルだけで電気を流してみたいと思います。コイルにまずは電気を流します。この状態でこのクリップのところにつけてみたいと思います。鉄釘の時はくっつきましたよね。なんか磁界がとかね、なんかそういうの習った人もいると思うんですけれども、これだけだとあれ、くっつかないですね。では今クリップはくっつきませんでしたけれども、今度はじゃあもっとちっちゃなこの縫い針を近づけてみたらどうなるのか、やってみましょう。さあ今このコイルに電池をつないで電気が流れています。このコイルの中にこの小さな縫い針を近づけてみます。そうするとどうなるでしょうか。それではやってみます。あ、引っ張られた。もっとやってみましょうか。あー、なんか食べられるもぐもぐって感じですかね。逆から入れようか。ちょっと重いのかな。あ、なんか出てきたなんか磁石になって出てきた見て見て、磁石になって出てきたよってことはやっぱこの中磁石になってるってことですね。ということでコイルに電気を流すだけで、なんとコイルの中はちゃんと磁石になっていました。でも磁石の力は鉄釘を入れた時よりは全然弱くて、まあ、クリップつきませんでしたし、あとまあ本当に細いちっちゃい縫い針をちょっとヒュンってねこう動かすぐらいの力でしたよね。ということは鉄釘が磁石の力を強くしているということが言えると思います。じゃあなんで鉄なんだ、他の釘じゃダメなのか、鉄を売りたいどっかの企業の陰謀ではないのか。スポンサーがつかなくない？やばいということで、いろいろな種類の金属でできた釘で調べてみましょう。右から鉄、銅、ステンレス、真鍮です。ではまず鉄釘をコイルの中に入れます。そしてこれに電気を流すとどれぐらいくっつくのかやってみたいと思います。マウス、おー、
4つくっつきました。次は銅です。どうでしょう。どうかな。いきます。あれ、くっつきませんし、くっつく気配もございません。次はステンレス、いきます。はあ、ステンレスもつきません。最後真鍮、ピカピカ光っておりますがどうなんでしょうか。はい、これも全然くっつきませんし、くっつく気配もございません。ということで、この4つの種類の金属の釘で実験をしてみたんですけれども、教科書とかに載ってる鉄釘以外はなんとクリップがくっつきませんでした。強い電磁石を作るためにどんな金属がいいのかっていう研究は今も続いているそうなんです。なので皆さんの中でもしもいろんな金属試して強い電磁石を作れるような金属を見つけたら、それは発見になるかもしれません。さあ、これまで実験で使ってきたこの、コイルはですね、きっちりと、綺麗に、こういうふうに、向きもしっかりと揃えて、でぴったりとなるように巻いたものを使っていました。でただ、普通に最初よしやるぞ、えいえいおーってやると、こうなりますよね。じゃーん、なんかちょっと高級なポッキーみたいなこういう感じで、ちょっとボコボコ、ぐる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 といろんな向きに巻いたりとかするのかなと思います。じゃあこのぐるぐる向き揃わないで巻いたのと、この向きしっかりと揃えて巻いたのでは、これ同じ巻き数です。さあ、どれぐらいクリップがくっつくんでしょうか。ちょっと実験をしてみましょうか。この実験をするためにこんなものを用意しました。電源装置です。それぞれ電圧を一定にして実験をするために電源装置を用意しました。ではまずは鉄が磁石じゃなくなるようにトントンしておきます。はい、ではまずは綺麗に巻いた方からいきたいと思います。それぞれつなげて、今回は試しに両方とも 1V に揃えて実験をしてみましょう。はい、いやー面白いですね。私が中学校の時とか高校の時とかって、こういう綺麗なコイルの巻きのことしか習わなかったんですよ。こう図で出てくる時とかって、すごい綺麗に揃ったこのコイルで磁石がどっちの向きになりますかっていう問題しか出てこなかったから、今回ちょっとこれやって、このぐしゃぐしゃのやって、どうなるんだろうっていう風になったわけなんですけれども、実際にちゃんとくっつきましたし、あと、この個数も、ちょっとこっちの方が多かったとはいえ、こっちも、結構くっついてたっていうのが、個人的にはすごく面白かったなと思います。じゃあ今度はまたなんかね、頭が混乱しそうになるんですけれども、これは両方ともコイルを100回巻いたものです。でも巻き方が違って、こっちは、ずっと上から下までこう1回でこういう風に100回巻いたもので、こっちは50回まず巻いて、でその上にさらに50回巻いたものということで、計100回なんですけど巻き方が違います。さあ、それぞれ電気を流したらクリップは、どういう風になるんでしょうかね。じゃあまずは普通の100回、
はい、ということで、まあ、100回を、まあ、このまま1列に巻いた方はクリップが30個、そして今回、まあ、同じ100回なんですけれども、まあ、50回巻いて、さらにその上から50回巻いた方はクリップが46個ということで、まあ、ちょっと差が出ましたよね。やっぱ何事もやってみないと分かんないですね。ということで今回はいろいろな電磁石を作って実験をしてみました。教科書には、まあ、ポンとその法則だけ書いてあって、あとその電磁石の、まあ、おなじみの図が書いてあるっていうことが多いんですけれども、まあ、それを実際に自分の手で作ってみることによっていろいろな発見があるのかなと思います。あと今回はクリップの個数とかでね、なんかほんとぶっつけ本番みたいな感じで実験をしてしまったんですけれども、まあ、実際は何回かやって平均を取ってみたりとか、あとはまあ重さで比べるとか、まあ、いろいろな方法はあるのかなと思います。だからこそ、まあ、自由研究の季節になりましたので、まあ、こういった電磁石実際に作ってみて実験してみるのも面白いのかなというふうに思います。私も今日とっても楽しかったです。ということでこの動画がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はあ、ちょっと頭使ったけど、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。